ようこそ、ハルフレチャンネルへ。今回は、レイザーブック13を紹介します。このチャンネルでは、パソコン、カメラ、ガジェットなどを紹介しています。よければチャンネル登録、お願いします。レビューに入っていく前に、お得な情報を紹介します。2021年9月1日から10月31日まで、レイザーブック、秋の応援キャンペーン2021と題して、最大で6万円引きになるキャンペーンが開催されています。これにより、フル HD モデルが14万9800円、4K モデルが19万9800円とお買い得になっています。さらに、レイザーブレードサマープレゼントキャンペーンも同時開催されており、ラップトップスタンド、バックパック、ワイヤレスマウス、Bluetooth イヤホンのいずれかがもらえます。いわば二重取りのようなお得なキャンペーン期間になっており、レイザー商品が欲しくてたまらないなら、今を逃す手はありません。それでは特徴を紹介していきます。レイザーブック13は、OS に、Windows 10 Home、CPU に、第11世代のコア i7-1165G7、GPU は、GPU 内蔵の Iris Xe グラフィックスを採用。メモリは 16GB オンモード、ストレージは 256GB SSD で、ちょっと容量は少なめです。ディスプレイは 13.4 型フル HD プラスタッチパネル液晶で、タフなゴリラガラスを採用。sRGB 比 100% の色域に対応しているほか、出荷時にキャリブレーションされているので安心して使えます。インターフェースは、サンダーボルト4、USB タイプ A、HDMI、3.5mm、ヘッドフォン端子、ウェブカメラ、Wi-Fi 6、Bluetooth 5などを装備。外部 GPU に接続することで、動画性能を飛躍的に高めることも可能です。本体サイズは 295.6×198.5×15.15mm、重量は約 1.34kg です。専用グラフィックが、非搭載だったり軽量という意味では、ゲーミング PC というよりも、モバイルパソコンの部類に入るでしょう。見た目は、少し前の MacBook Pro のデザインを彷彿とさせ、エッジを効かせた無駄のない、シンプルなデザインに心奪われます。所有して使う楽しさをもたらしてくれるパソコンであることは間違いないです。続いて、性能チェックに移っていきます。コア i7-1165G7 は4コア8スレッドで、パスマークスコアは1万オーバーです。このくらいになってくると、老現像や動画編集などでも実用性が高まります。スタンダード PC によく採用されているコア i7-1750H と比較しても、さほど目劣りはしませんよね。モバイル面も重視しつつ、パフォーマンスも確保できるという意味では、存在感があると思います。もう少し掘り下げてみましょう。コア i7-1165G7 とコア i7-1065G7 を比較した場合、シングルスコアでは最大 36%、マルチコアでは最大 54% と大きな差がつきます。特に、シングルスレッドでは、高いスコアになっており、ゲーミングやクリエイト作業にも期待がかかります。続いて、100枚のロー現像処理時間を計測してみました。レイザーブック13は、3分52秒で処理を完了。コア i7-1750H と比較しても、遜色ない処理時間です。モバイル PC イコール非力という雰囲気はなくなってきましたね。従来モデルでは、物足りないシーンもありましたが、個人的には十分実用範囲です。動画編集の処理時間も計測してみました。コア i7-1165G7 と Iris Xe の組み合わせですので、さすがに高解像データ編集は厳しいです。書き出し自体は5分45秒で行えましたが、フル HD 動画編集程度に留めるのがベターです。それでも、専用グラフィック搭載モデルと比較すると物足りない数字であるのは確かです。ライトユーザーなら問題ないでしょうが、本格的な編集作業を行う人は、
レイザーブレード15がおすすめですね。FF15 でゲーミング性能をチェックします。HD 標準設定で普通という結果ですので、性能的には MX250 とかそのあたりでしょうか。内蔵グラフィックで FF15 が動作するなんて、ちょっと感動します。フル HD でも軽量設定にすれば、割と多くのゲームが動作すると思います。とはいえ、本格的にゲームで遊ぶのは役不足感があります。レイザーコア X みたいな eGPU を接続して遊ぶか、もともと強力な GPU を搭載したモデルを選択するのがおすすめです。ということで、レイザーブック13のメリットは、美しすぎるデザイン、実用性の高いパフォーマンス、モバイル性の高さです。随所にこだわりを感じるリッチ仕様であることが、クラスに見合わない高級感を醸し出しています。外ではモバイル PC として、自宅では eGPU に接続してゲームを遊ぶみたいな、一度で二度おいしい使い方ができるのも面白いです。逆にデメリットは値段です。性能面を考えて、20万円オーバーという価格は現実的ではありません。キャンペーンで15万円程度になっていたことで購入しましたが、そうじゃなければ買うこともなかったでしょう。また、ストレージ容量も 256GB では物足りません。自分は 1TB の SSD を購入して使っています。レイザーブック13は、総合的に見て、買いに値するモデルだと思います。とにかく使っていて喜びを感じますし、持ち出してちょっとした作業ならこなせるフットワークの良さは、他に変えられないものがあります。eGPU を使えば、タフな作業もできますし、重量級のゲームも問題なくプレイできています。今のお得なキャンペーン期間中にぜひ手に入れてください。市場在庫はかなり減っているようですよ。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。